Give it to me like...浄土流防衛戦地代表の上道でございます。はい、今回はですね、来年の目標ということで発表していきたいと思います。はい、来年の目標6つあります。そしてね、今後の活動どういうふうにやっていくかというお知らせをしていきたいと思います。まず目標の1つ目は予備自衛官を目指していこうと思っております。予備自衛官になるために予備自衛官補っていうのね、区分があるんですけれども、それをまず受験しようかと思ってます。私ですね、20歳の頃にですね、一応これ、ね、予備自衛官補の訓練を受けたことがあるんですけれども、学業とね就活の関係で、少ししか受けられずにですね、ちょっと全部課程をやっておきたいなっていう部分もありまして、でまた挑戦したいっていう部分もありますし、あとはね、自分のもっとね知識、さまざまな事案に対応できるようなね知識を身につけるために、そういったね訓練に参加していければなというところで、ね、予備自衛官を目指していこうと頑張っております。これがまず1つ目ですね。はい、で2つ目の目標はですね、日本のタクシカル業界ナンバーワンのですね、田村装備開発様の、訓練に定期的に参加していこうと考えております。訓練もさることながらですね、装備品の作成のノウハウなどもですね伝授していただこうというふうに考えております。これが2つ目ですね。で3つ目の目標は海外でタクティカルトレーニングを受講していこうと考えております。ね、ウイルス情勢もだんだんとね落ち着いてきてはいますので、念願のね海外のトレーニングを受講していこうと思っております。やっぱりね、自分の牙を研ぐといった意味合いもありますし、で新しい知識、ノウハウをね身につけてですね、さらに皆さんに還元していこうかと考えております。はい、これが3つ目の目標です。はい、で4つ目の目標はですね、最低5期間ですね、教育機関への実践的防犯指導を実施していこうというふうに考えております。今年はですね、私無名にも関わるんですね、横須賀市内の幼稚園からですね、お話をいただいて、実践的防犯指導というふうにね、やらせていただいたので、これを機にですね、もっと子どもたちの未来をね、守る、支えようになりたいというふうに考えておりますので、より多くのですね、教育機関に協力させていただければと考えております。これが4つ目の目標です。はい、で5つ目の目標はですね、もっとマーケティングに力を入れていこうと考えております。現在ね、パンフレットでデザインをしてですね、作成している途中ではあるんですけれども、そういったね、パンフレット、1つあるだけでもね発信力が全然違ってくるの でもっとね、いろんな人に私のね情報に触れていただきたいというふうに考えておりますので、そういったところにも力を入れていこうというふうに考えております。正直ね、ちょっと初めからやっとけばよかったなっていうところもあるんですけれども、そういったところにもね力を入れていこうと考えております。これが5つ目の目標です。はい、で最後6つ目の目標ですね、漫画のね呪術廻戦ありますよね。呪術廻戦に登場する東堂というキャラクターがいるんですけれども、そんな感じで、体をバギバギにしていきたいと考えております。あそこまででかくなるのもちょっと無理な感じはするんですけれども、あれを目指してね、体作りをしていこうと考えております。予備自衛官、訓練するにあたってやっぱり万全の状態で体を作っていきたいっていうのももちろんありますし、体を鍛えて、でなおかつしなやかに動けるっていうね、そういうふうな目標を持ってトレーニングしていこうと考えております。ウェイトトレーニングは、今もやってるんですけれども、もっとねこうジムに通ったりだとかですね、食事に気を使ったりだとか、ちょっとずつ変えてはいるんですけれども、
ね、体をもっと作っていきたいと考えております。はい、これがね3つ目の目標になります。はい、それではですね、最後に今後の活動についてお知らせをいたします。はい、現在はですね、ネグルス池袋様、こちらで毎週日曜日ね間借りしている形になっているんですけれども、これをちょっとね縮小しようと考えております。というものね、先ほど言った目標をですね、こっちにちょっと誠に勝手ながらですね、そこをちょっと力を入れていきたいというふうに考えておりますので、講習はね、前のようにですね、月に1回ないし2回程度、セルフディフェンスの講習ですとか、タクティカルトレーニングの講習を開催していきたいと考えております。ですので、ね、講習をやるたびに、またね、告知をするような形をとっていきますので、その際はですね、皆様ぜひいらしていただければと思います。縮小するだけでね、僕はやめませんからね。でまだまだ無名ですけれども、ね、皆さん、少しでも自分の身を守る、ね、こういった意識を、ね、定着させたいというふうに考えておりますので、ね、今後もね、活動をね、少しずつでも続けて、こうやって情報発信なんかもね、していきたいと考えておりますので、皆様のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。はい、まだまだ無名ではあるんですけれども、ね、教育機関の方ですとか、あとはね、YouTube、ね、発信している方だとか、そういったところからね、お話をいただければ、ね、一緒に情報発信できればと考えておりますので、ご連絡お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回は以上になります。ね、来年の目標6つと、今後の活動についてお知らせをいたしました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。